for me, this is the harder group. It's really just another opportunity for me since last year. We've ended up not backing up the talk. Surefire. Soaking it up. He knows that he's got fans there too. Team aside, this year we're actually the favorite underdog in my opinion. Out of all the underdogs, I reckon we have the best chance of upsetting our group. This is the year where Oss actually gets some results. Passar do play-in. Eu acho que a meta de todo mundo aqui dentro é esse almejo de play-in. Não queremos nada mais, nada menos do que passar da fase de grupo onde nenhum time do Brasil conseguiu. そうですね、グループ B の対戦相手どれもすごく強いと思います。特に僕が一番気にしているのはトルコのミッドですね、カンク・ドバイ・マムさん。 They're stronger than I expected, but they're not that good to us. We are here to win. I feel really, really confident. We are the strongest, like, by far.皆様こんばんは。こんばんは。本日は2018ミッドシーズンインビテーショナルプレイングループステージデイ2の模様をお送りいたします。実況を務めますカズリオンです。そして解説にはデイワンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日は LJL2018 スプリングスプリートで優勝したペンタグラムを含めたグループ B の試合の模様をお送りいたします。改めまして出場チーム、グループ B の出場チームは CBLOL、 カブーム e スポーツ、ブラジル、LJL、ペンタグラム、日本、 OPL、ダイアルブス、オセアニア、 TCL、スーパーマッシブ、トルコとなっております。そしてこちらの試合はベルリンの EULCS スタジオで行われ、試合方式は BO1 のダブルラウンド形式となっております。さあ2日目となりました MSI ですが、このグループ B の試合、先日はグループ A の試合でしたから皆さん初めて見る試合となりますが、グループ B のチームどのようになっているんでしょう。そうですね、まずは、まあ、カブム e スポーツからちょっと説明させてもらうと、なんていうか天真爛漫というか、破天荒といいますか、何をするのか全然わからない、勢いがすごいんですけど、その代わりなマクロ面に少し難があって、負荷を良しすぎて、まあ、結果的にマイナスに なんていうか結果がマイナスになってしまうということも、まあ、あるちょっと荒削りなチーム。そして、まあ、カブームといえばもともとはなんて言うでしょう、有名といいますか、ブラジルここにありというようなのを世界に知らしめたチームだったんですよね。それが、まあ、何年前の WCS で、まあ、アライアンスというヨーロッパのシード1のチームを、まあ、倒したと、まあ、そのせいでグループステージに抜けることができませんでしたがただメンバーが大きく変わっているというところで、今電話さんが言ったようにこう若々しい選手構成になっていると。そうですね、特に、まあ、AD キャリーのキタン選手が17歳なんですよね。まあ、そして、まあ、これはリーグペディア様の、まあ、トリビアのネタなんですけど、まあ、一番というのもブラジルの中でもトップレベルなんじゃないかなって言われている17歳プレイヤーなんですよね。17歳ですか。17歳ですよ。まあ優勝できるのもうなずけると。そうですね、ただ彼ポジショニングがとんでもないところに行くのでエゼリアルかトリスタンのピックした方がいいですね。まあ、ただそうなるとゲーム内容を見ていくのはちょっと楽しみですね。まずはカブン、ブラジルの代表です。ですね、次はじゃあ OPL のダイアウルフスなんですが、まあ、ダイアウルフスといえば、WCS ではゲーム時間が一番早いのが OPL、2番目でしたか、OPL と言われてたんですけど、まあ、今回は33分とかなり普通のペースになって落ち着きを取り戻したのかなと思いますね。そして、まあ、ジャングラーが、まあ、ハードガンク、あとはファイナルですね。ファイナルでも、そのハードガンクの姿勢は変えなかったんですけど、まあ、0-2 というかなり苦しい状態から3対2に、まあ、リバースイープですね、うん、行って今回ファイナル、ファイナルじゃないですね、プレイゲインステージに来てるんですよね。ただちょっと AD キャリーとミッドレーナーは確かに、うまくトップレーナーチッピー選手もスプリットプッシュがうまいとなんですけど、
負けた時に同じような動きをして確かに勝てるっていうのはシェンファイア選手すごいんですけど、ええ、今回、まあ、国際大会なので負けたところから潰されていくということも十分にあるんですよね。そして今回、まあ、キャリー系のジャングラーが結構増えてくるじゃないですか、やっぱり傾向的には。まあ、その際にお互いがキャリー系になった時に、勝ち合った時に、まあ、負けた状態であれば負ける可能性の方がやっぱり段違いで高いので、ちょっとシェーンファイア選手としては動きを変える必要はあるかもしれませんね。まあ、選手たちも言っていた通り、まあ、グループ A もまあ気の見た感じすまじいんですが、グループ B かなり評判的にも強いチームが集まっているということになっていますから、そういったところをしっかりとシフトしていかないと、まあ、まずいんじゃないかというのは少し気になるところと。そうですね。まあ、ただダイヤウルス、これで今まで、去年でしたかね、今までは一度もこういった国際戦に1位をもぎ取ることができなくて、いつも2位だ2位だと言われていて、まあ、最近は常連とかしてきましたから、まあ、やはり強さというのはお世話の中で確立することができていると。その中でメンバーもほとんど変わっていません。トリプルがまあ新しいメンバーとして今回ミッドレーンに来ていますが、まあ、今回どんな試合を見せてくれるのか、まあ、そしてオセアネといえば、まあ、ちょっとしたね、日本とのライバル関係、まあそうですね、まあ、向こうから覚えているか分かりませんが、いろいろありますから、まあ、覚えてる人もいると思いますけど、まあ、シェーンファイア、まあ、プレイスタイルもそうなんですけど、シェーンファイアもキングもですね、非常に、まあ、辛口といいますか、アグレッシブな言葉遣いも有名なので、なんか強気ですよね、絶対に勝ってやるぞって言えますよね。まあ、狼たちとのどんな試合が見られるのか楽しみです。そして次はそうですね、 TCL のスーパーマッシブ、トルコなんですけど、まあここはボットレーンを語るしかないですね。全員のトとスノーフラワーとんでもない強さですね。彼らは今回新しいプレイヤーとして増えたのは、韓国人選手2人、 GBM とスノーフラワー、この2人が加わったことによって、まあ、スーパーマッシブより強くなったんじゃないかと。そうですね、まあGBM、ミッドレーンの GBM 選手は、LCK で2013年から2015年まで活動していましたし、スノーフラワー選手は、まあ、つい昨年まで LCK で活躍していたプレイヤーですからね、まあ、強さというのは、まあ、折り紙付きですよね。まあ、有名なチームで言いますと、まあ、アフリカフリックスなんかにも所属していたということになってますからね。そして、まあ、AD キャリーのゼイノット選手、いやー、まあ、彼はもう国際戦で何度も注目はしてますけど、まあ、上手いですよ。まあ、ナンバーワンですね、トルコの中では。もうその AD キャリーが見れるというのは僕としては超嬉しいですね。言葉遣いが変になりましたけど。まあそれだけ強いよということですね。そして先ほどのインタビューに見えましたが、かなり自信も持っていると。そうですね、なので、そうですね、そこを救われる可能性もありますから。まあでもあのレーニングの強さを見ていると、誰か太刀打ちできるかなかというのもちょっと楽しみですけどね。まあそういう意味ではグループ B にちょうど入って強いチームだらけというのは面白いんじゃないかなと思いますね。まあそして最後は LJL のペンタクラブ、まあ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 、まあ、自分たちでも荒削りと言っているチームなんですけど、今回、まあ、LJL ファイナルまで、まあ、いろんな過去、まあ、過程があったとしても優勝まで来ているチームですからね、まあ、強さというのは、まあ、間違いなくありますよね。まあ、その中でも、まあ、ラムネ選手が今回国際大会でも、まあ、注目されているということで、まあ、彼の動き、あとはルブランクが確かパッティ 8.8 でリワークというよりも戻りましたよね。昔のルブランラムネ選手相当得意なんですよね、ええ、まあそのルブランが見れるのかなっていうのはちょっと楽しみの一つですね。まあ前も国際戦で、まあ、公式に取り上げられたのは彼のルブランのプレーでしたから。しかも確か初年度でしたよね。そうですね、まあ去年デビューですから。それであの動きをして、そして、はい、取り上げられると、まああのルブラン見たいですね。ルブランですね。あとは今回の国際戦で言いますと、ラムネ、ゆとりもやし、そして、まあ、パズもですか、ラムネ、ゆとりもやし、これで3回目の国際戦にもなってきますから、まあ、どこまで挑戦できるのかというところ。そしてゲントアンスは、まあ、これ愛さんが事前にですね、ペンタグラム あのゲーミングハウスに行ってですね、いろいろインタビューしてきてくれて、ちょっと聞いてるんですけど、まあ、ゲントアンスは非常に楽しみにしてる。ほうほう。そしてラムネとゆとりもやしは、なんていうかその新しい挑戦の舞台に、まあ、国際戦を経てきて今の新業都市はなっているので楽しみではあるんですけれども、やはりこうなんてでしょうね、今まで以上の成果を出したいと語っていましたし、一番面白かったのはこれパズですね。パズさんが友達ですからね、はい。パズ選手はその LOL だけではなく、他の例えばゲームであったりスポーツであったりでも日本のチームが勝っていると、ところを見るとやはり嬉しいと。であれば自分が一番携わっている LOL というゲームで、自分たちを勝つところを見せたいという話を言っていましたから、その勝つための使命感みたいなのを彼は持って MSI の舞台に向かっていると。いやー、なんていうかパズ選手だけかなり志が高いというか、なんて言うんでしょうね、こう
かなり天真爛漫なところがあるんですけど、そういうところはすごい肝が据わっててしっかり持ってるんですよね、気持ちを。なんかギャップでめちゃくちゃかっこいいですよね。さあ、それでは本日の試合非常に楽しみなんですが、ここで一つお知らせをしていきたいと思います。さあ、この世界の舞台 NSI でですね、優勝するともちろん NSI の王者の称号、トロフィー、メダル、賞金、そして、栄光がチームに手に入るわけなんですけれども、それだけではありません。現在ゲーム内では MSI 期間限定のアイテムがございます。そしてそちらのアイテムの合計売上の 25% がさらに MSI2018 の賞金総額に加えられることとなっております。こちらはハシャバルスのスキンですね。2018、そしてハシャワード、日本時間2018年4月の27日から、5月の21日15時59分までの期間限定発売となっております。 MSI の賞金総額は現在$25,000、2725万円となっておりますが、これに合計売上の 25% が加算されますと、現在の時点でも少なくとも8175万円、75万ドルが見込まれていると。そしてその合計足したところ、合計の賞金総額現在1億900万円までとなっております。さらに賞金総額に加えて、5月の2日0時から5月の21日15時59分までの販売期間中に購入された MSI のチームエモートの売上の 30% は直接チームに手渡されることになります。応援チームの還元に直接することができますので、気になるチーム皆さんぜひ購入してみてはいかがでしょうか。MSI の、アイコンというよりも、チームエモートですか。僕使ったことないんですけど、どうですか、デキは。あ、よかったですよ。よかったですか。はい、一緒にヘラルドと踊りながら、ペンタグラムのエモートを出して、画像を出していたんで、ありましたね、はい、なんかないかなと思ったら、いい感じにね、いいタイミングでヘラルド君が、あ、クブンじゃないですね、ちゃんでしたね、失礼しました、はい、踊ってくれるんで、はい、クモちゃんもあんま変わんないと思いますけど、ね、いやヘラルドは女の子です。女の子なんですかね。はい、それは間違いないです、確認したんで大丈夫です。じゃあそうなるとスカトルもなんですか。スカトルも女の子。ああ、そうなんだ、はい、スカトルにボイドの云々観念で、ヘラルドになったっていう経緯があります。なぜ MSI のボードでこんな話を。何の話なんですかね。試合の話に戻りましょうか。はい、そうですね、まずは昨日グループ A のデイワンがあったじゃないですか、はい、デイワンさんじゃないですよ、はい、デイワンがあったじゃないですか、はい、デイワンか。見ていてまずどうでしたか。荒々しいというか、なんていうか殴り合いというか、ちょっとこうメタというよりかは、彼らの戦いぶりがまずは印象的でしたよね。そうですね、メタに踊らされるわけではなくて、自分たちの戦いっていうものをしてますよね。自分たちの、例えば一番わかりやすいのはガンビットゲーミングですよね。最終、先日の最終戦で、グローバルアルティメットだらけの構成をして見事に勝ちますからね。あれは強かったですね。いや、見てる方も楽しいですね。いや、楽しかったですね。あれはファンになりますよ。あんな風に自分たちのゲーム、リーグ戦で続けてきた自分たちのゲームというものをしっかりと行えるかどうかが、やっぱりこの MSI、プレイインステージ特に重要になってくると思うので、まずは自分たちのペース、そして自分たちのピックというものを、リーグ戦で培ってきたものを、なんて言いますかね、使っていくといいますか、しっかりとその経験を生かしていってもらいたいですね。なんというかこう見ていて思ったのは、例えばですけど、アセンションゲーミング負けてはいますけれども、戦い方にその一貫の姿勢が常に見られると。で、惜しいところまで行くんですよね。そして逆転の一手を持てるだけのポテンシャルを常に持ったまま、負けてる中でもゲームを継続して行えているということは、かなりメンタルが強い、メンタル弱いチームおそらくグループでどこにもないんじゃないかなと。間違いないですね。いうのがすごく印象としてはありましたね。やはりチャンピオンというところもあり、負けが込むと やはりなんて言いますか、頭が真っ白になるっていうんですかね、何も考えられなくなったり、プレーが雑になってしまったりというのはやっぱりあるんですけど、アセンションゲーミングは、攻める姿勢というものはずっと忘れてませんでしたからね。1試合目の後、1試合目かなり惜しいところまで行った後に2試合目であったとしても攻める姿勢忘れてませんでしたし、しっかりとした自分たちのゲームできていたので、メンタルの強さというものは間違いなくあるので、グループ B のチームもどうなるかは分からないんですけど、ゲームを諦めずに、しっかりとしたゲームを作っていってもらいたいですね。そうですね。そしてただ、グループ A はですね、まさかガンビットがそこまで強いとはちょっと予想ができなかった。予想外ですよね。でしたね。レインボーセブンですよね、皆さんの。去年までの戦いを見ていて想像できるのはそうでしたけどね。
まあ、まさか、なんて言いますか、逆になるというか結果が、うん、ガンビットゲーミング、カオスラテンゲーミングも、まあ、なんて言いますか、僕はカオスラテンゲーミング の、 ティアウルフ選手がレインボーセブンのジャングルに対して叫んでるのがすごい印象的だったんですけど、ね、横向いて叫んでしまって、どうやら選手の入場が現地では始まりそうですね。さあそれでは見ていきたいと思います。まずはこれから戦う1試合目のチームの選手入場です。こちらはトルコ代表スーパーマッシブ、ファブファビラス、ストマージロー、そしてこちらが注目、ラムネも注目している GBM ガンクドバインバーム、そしてトルコ1のエディキャリーゼイノット、そしてこちらも韓国からやってきたとびっきりのサポートスノーフラワーです。スノーフラワー選手、スレッシュやりますかね。いやスレッシュはまずいと思いますよ彼の出させてはいけないと思いますけどね。バンした方がいいと思いますけどねさあそして続いてはオセアニアの狼たちの入場ですね。ダイヤウルブスです。トップレーンのチッピーズ、そしてシェンファイヤー、そして新人のトリプル、エリキャリーのキング、そして最後にカップケーキです。ここ OPL、オセアニアリーグもやっぱりエディキャリーのことキング選手相当強いんですよね。エズリアルのパフォーマンスがやっぱり高くて、まあ、彼にエズリアルを使わせるかどうか、そして、まあ、ファイナル勝てたのもこのキング選手が支えていたからなんですよね。あとは面白いチャンピオンだとフォーチュンやベインなんかを使っているっていう、履歴もあるみたいですね。そうですね。あとは、まあ、面白いな、面白いって言ったらシェンファイア選手もアイバーン使ってますから。そうですね。あとは非常に攻撃的なジャングラーが確か得意としてるんですよね。まあカジックスですね、代表的なのは。あとは好きなチャンピオンだとレンガーとリシですね、まあ、かなり攻撃的ですよね。どうですレンガーいけると思いますか。ウェブクリアの問題で難しいと思いますけどね。今だと結構その攻撃的なジャングラーでも選択肢がたくさんあるので、まあ戦時ればノクターンすら出てきたわけですから、それノクターンであればウェブクリアも早いですし、ガンク能力も高いので、まあ、レンガ使うのであればノクターンでもいいのかなと思いますね僕は結構今のパッチだとケインもいけるんじゃないかなって気がするんですけどね。まあ10分前の、パッシブの溜まり具合ですか、かなり速くなりましたからね、ただ、まあ、やはり進化するまで貧弱すぎるというか、まあそうですね、可能な限り早く進化することが彼の強みなんですが、それが早くなったとはいえ、じゃあそれまでの段階でゲームを作られたらどうするんだと。あとはメレーチャンピオンが少なくなる可能性っていうのもやっぱりあるんですよね。ダーキンになりづらくなる、ね、そうですね。そうなると、まあ、青色になったとしてもアサシン能力は高いんですけど、集団戦になるとなるとちょっと使いづらいですよね。ただもしタンクのいない構成同士だったら影の暗殺者でも十分いけそうな気がしますけどね。影の暗殺者、まあ、確かに W を当てればワンコンできますけど、W 当たらなかったとき何もできませんからね。まあそうですね。どちらかというとこう、まあ、マップの中を荒らすように動き回って、まあ、少数戦が得意だというようなチャンピオンになってしまいますからね。まあそれだったら、それもノクターンで良さそうな気もしますね。さあこの後行われるのはスーパーマッシブ e スポーツ VS ダイヤルブスの試合となっております。スーパーマッシブのこのジャングラーのピックどうなるかですね。ちょっと面白いのがエリス使ってるんですよね。あーなんだかもう随分懐かしい気がしますね。ただ今回、まあ、パッチ 8.8 エリスのバフが、E のスタン時間が2秒短くなったのと Q のダメージが10上がったというので、まあ、まだまた日の目を浴びてもいいのかなとは思うんですけど、まあ、ただエリスを使う試合は相手にトランドルがいるときなんですよね。それは何か刺さるんですか。そうですね、彼らなりの回答なのは間違いないですね。アルティメットでまず AR と MR が吸えないということと、アルティメット前に、かなりコンボで一発で仕留め切れるっていうのもやっぱり特徴なんですかね。なるほど、ちょっと面白そうですね。お、それではドラフト始まるようなので見ていきたいと思います。ブルーサイド TCL からスーパーマッシブ e スポーツ、レッドサイド OPL からダイヤウルフスです。まずはカジック、そしてスレッシュ、まあ、お互いにまずは、まあ、メタバンってやつですね。そうですね、ターゲットバンご挨拶からです。続いてサイオン、
トップレーンのチッピーズといえばかなりスプリットが得意なプレイヤーだという認識もあります。そしてファブファビラスもそうですね。そうですね、お互いにスプリットプッシュが得意なプレイヤーなので、ちょっと、まあ、ピックの幅を狭くするのは、例えば GP やカビールどちらもバンしてしまえば一方的に有利取られてしまうので、トップレーンのバンっていうのは、まあ、ファイター系のバンっていうのはあまり考えられなさそうですね。さあカイサのバンです。カミールはちょっとファブファビラスには渡してはいけないような気もしますが、相当得意としてますからね。続いてスウェイン、昨日はアニビアとスウェインのコンボが暴れました。そうなるとまずここでカミールをバンしなければトップレーンでカミールを獲得するかどうかですね。ただファーストピックしてもいいぐらいなんでしょうか。今だとファーストピックしてもいいと思いますね。あーでもそれマルファイトがバフされてましたね。そういえばそういえばいましたね。そうなるとちょっと難しいかもしれませんね。ここはモルガナのバンから抑えます。さあ昨日はここで AD キャリーを取るのか、それともラカンを取るのかというようなところがかなり注目どころでした。そうですね、ラカン、まあ、もしくはキング選手からエゼリアルを取り上げる意味でもエゼリアル、おイレリア、確かにイレリアも強いんじゃないかと噂されていますよ。バード、まあ、ラカンですよね。さあまずはラカンです。イレリアの先出しというのは難しいですよね。かなりトップレーナーとしても使っていけるんじゃないかという話がありましたが、どちらかといえばやっぱりミッドレーンの方が適性はあるんじゃないのかなとは思いますね。ミッドですか。そうですね、トップレーンだとやはりタンクを出されると、まあ、立ち回りがかなり難しくなるというのもあるので、ミッドレーンで相手を、まあ、キルできるポテンシャルを残して、あとは、まあ スキルと Q スキルでウェブクリアがかなり早いので、まあ、ミッドレーンの適性の方が高いのかなとは今は思いますね。なるほど。さあ続いてのピック、まずはダイヤウルブス、カルマ、スカーナーを抑えます。シェンファイアは非常にガンクが激しいタイプのジャングラーです。そしてストマージルの返しはトランドル。ここを AD キャリーを獲得するかどうかですね。 AD キャリーを獲得しなければ、このトリプル選手の 3番目のピックでエズリアルを獲得して、エズリアルの苦手なチャンピオンをバンするというのことも考えられますし、あとはこのトランドルとラカンによるガンクのセットアップ非常に強力だと、特にブリンクのない AD キャリーには刺さりまくるんだというのは昨日の試合でも見て取れましたから、ここであと取れるのは本当にエズリアルぐらいですよ。そうですね、ただエズリアルをピックした際に、まあ、ザヤに対してのレーニングで、まあ、確かに勝ちも負けもしないようなレーンはできるんですけど、まあ、コントロールは取れないですよね。そうなんですよね。そしてゼイノット選手とスノーフラワー選手に、まあ、コントロール取られてしまえばボットレーンから作り上げられてしまうので、それは避けたいですね。おまずは、まあ、ザヤのよくカウンターと言われているところのブラウムを取っていきました。これでカルマはミッドレーンということになります。AD キャリーを取っていないのはダイエルブス、バンフェイズ2、ダイエルブスのバンから始まります。まずはゾーイ、まあ、ここでトップレーンのバン、カミール GP どちらもバンして、タンク同士の戦いにしてもいいんですけど、 AD キャリーのバンにしますね。さあガンクドバイマム、非常にピックの幅が広いです。シーズン中でもカルマ、ベイガー、ブラッドミア、アジル、なんならツイストフェイトからミッドイラオイまで使ってます。全体を見ると、まあ、全体本当に参加者から全体を見ると46体のチャンピオンを使ってるんですよね。プールが広いですね。こうなってくると、まあ、使わせたくないチャンピオンだけを消しておいて、あとは様子を見るしかないでしょう。さあゾイ、ケイトリン、そしてライズの番です。最後にバンするのはトリス。おあ、なるほど。そしてエズリアルは開けましたね。カルマとの相性を考えてですね、ケイトリンやトリスターナであればロングレンジから、そしてカルマにアーデッドセンサーを持たせればスーパーキャリーが出来上がってしまうので、もしこのザヤとラカンで、キルレーンにできなかった場合のリスクが高くなってしまうので、それを考えてケイトリンとトリスターナの場合にしますね。3体ブリンクなレーディキャリーのうちから、まあ、エズリアルなら取らせても有利は取れるだろうと。アーデッドセンサーとの相性が、まあ、ケイトリンやトリスターナと比べて低いですからね。オートアタックが主体というわけではないですからね、十分強力ではありますが。さあスーパーマッシブの返しです。すでにミッドレーンのカルマが見えているので、ミッドレーンに対してのピカウンターピック、ただしカルマですよ。そうなんですよね、カウンターが存在するのかって言われると難しいんですけど。さあまずはガングプランク、
ブラッドミエですか。 GBM 今シーズン非常に多用しているチャンピオンのうちの一体です。集団戦に対してフォーカスを向けたピックになりましたね。かなりの AOE、まあ、確定 CC というところで言いますと、まあ、ラカンが飛び込んでいくぐらいしかないですが、かなり広範囲で相手に対してエンゲージができるという構成になっています。そして開始は最後カミールです。トップレーンはバチバチの戦いになりますね。これカミールはよくそのガングプランクが最もメタだったときに、カミールであればキルレーンを作ることができるカウンターだなんて言われていましたが、今どうなんでしょう。今も十分になり得ると思いますね。カミール自体のナーフはされていないはずなので、それに対してガングプランクはタルのナーフがされているということを考えると、まあ、有利自体はやはりカミールの方が高いんじゃないのかなと思いますね。ただその上でなんですが、やっぱりこのトップレーンのファイター同士の戦いとなれば、このジャングラー2人の動きが重要になりますよね。どちらがコントロールを取るのか、どちらが先に関与するのか、そこをチームでどう作るのかですね。そうですね。ただシェーンファイア選手はかなりハードガンカーなので、まあ、トップレーンに対してガンクを行った際にボットレーンのこの2人がゼイノット選手とスノーフラワー選手が暴れないのかという懸念点もありますよね。そしてスノーフラワーといえばロームでゲームを動かすのが非常に得意です。今回ラカンですからね、ミッドレーンに対して大きなプレッシャーかけるというのは間違いないですね。スレッシュほどの、まあ、スーパーフックというようなシーンはないかもしれませんが、ボットレーンエズリアルです。押し込まれることは、まあ、ほぼ間違いないでしょう。非常に怖いですよ。いやまずは、ストマージと選手、シェーンファイア選手、どちらのジャングルからスタートしてどちらを中心にするのかというのをしっかりと見ていきたいですね。さあ 2018MSI プレイングループステージ Day2 のゲーム1、スーパーマッシブ e スポーツ VS ダイヤウルブスの試合スタートです。さあお互いのジャングラーのスタート位置、今陣取っているのはトップサイド。この TCL というのもスーパーマッシブの特徴なんですけど、はい、20分以降のファイトがとんでもなく多いんですよ。非常に攻撃的だと。そうですね、もうバロンが湧いたあたりから、そうですね、40秒ごとに1回ファイトしてたんですよね。40秒ですか。して、まあゲームの終わる平均時間が全体を通して31分なんですけど、キルパーゲームが 15.6 なんですよね。なるほど、2分に1回キルが起きると非常に多いですね。まあ、昨日もかなり激しかったですが、となると今日もそうなるんじゃないかと。そうですね。ダイヤウルブスもそして、まあ、キルを起こすのは得意なプレイスタイルとしていますから。さあそして相手のジャングル入っていきます。ダイヤウルブスしっかりとトリプルがボットサイドに体を寄せているので、この動きに GBM も気づくのは難しいでしょう。まあ、ダイヤウルブスのこのボットレーンの出てくるポジションで気づければトランドルとしても相手をレッドに向かうこと。いやこれそのままガンクするんじゃないですか。ガンクします、ね、いきますね。さあレーンのコントロールを取ろうとしている全員ノットのスノーフラワーの後ろから、さあ本日1回目の集団戦だ、スタートする。まずはミニをクリアしながらゼロと立ち回っています。レベルは全員1。いやこれはシェーンファイだけはレベル2です。さあレッドバックのスローからスタン、これはもうサマナースペルは使っても無理だろうという判断です。ファーストブラッド獲得はダイヤウルブス。大胆な動きしますね。これですよ。しかもこれジャングラーにキル入ったんですね。これすぐ、まあ、リコールでブートを買うこともできますし、クリアをした後にリコールをするとジャングラーアイテムが完成できますね。いやこの時間帯にスカーナーがプレデター走ってくるのは相当怖いでしょう。リプレイです。しかもサモナースペルを使用せずにのキルですからね。レーン自体のプレッシャー、ガンクのプレッシャーというものは全くなくなってませんからね。ゼイノットとスローフラワーもそういった意味では冷静でしたね。ここで2人に分かれることで、まあ、ゼイノットは助かりませんが1人の被害に抑え、サモナースペルも使っていません。ただ W スタートではなかったんですね。オールインの準備ということですかね。そうですね、 W ではなくゼノット選手は Q を優先して取ってましたからね。ザヤラ感だとよくある動きですよね。そうシェンファイアまだリコールはしていないようです。ファーストブラッド獲得はシェンファイア。ただボットレーンに姿を見せたことによってトップレーンのコントロールというものは全く取れませんね。そうなると苦しいのはチッピーズ。
それに加えてキングとカップケーキキルを生み出しましたが、マッチアップ的には、まあ、今のように抑え込まれてしまうわけですよね。プッシュにおいてもまあエズリアル対ザヤであれば押し込むというのは難しいですからね。もし先ほどゼイノットとスノーフラワーがサマナスペルを使用していれば話は変わってくるんですが、使っていませんから。あとはもっとねリコールするタイミングではなかったのでよかったんですけど、相手のプッシュウェーブをずっと継続的に作り上げて、キルを生ませないレーンというものを作る必要がありますね。となるとやはりこのアイテムが、まあ、かなり相手よりリードしているシェーンファイの動きが重要になりそうです。さあ今度はトップレーンへ。ただしワードは刺さっています。プレデターの準備はできている。さあ A 勝した。さあまずはスタンを当ててファブファビュラスの動きを止めているのはカップチッピーズ。スタンはフラッシュアウトで避けました。この時間に、まあ、ブーツを持っていること自体は珍しくないんですけど、 スマイトアイテムまで持っているのはストガーズブレイドまで完成していますね。さあそしてこのスカトルはどっちが抑えた。これはレッドサイド、シェーンファイがしっかりと抑えています。さあボットレーン仕掛けるのはスノークラワー。いいダメージだ。イグナイトも使っている。キルチャンスはあと一発。ヒールを切りました。なんとか生き残りますキング。いやそれでもやはりスノークラワー強い。アグレッシブですね。相手にサマナースペルヒールを先に使わせました。そしてキングは残る判断です。プレッシャーをかけていくのはスノフラーとゼイノット。タワーが一気に削れます。フラッシュは残っているのでキルを取られる可能性というのは少ないですね。さあ非常に苦しい状態のボットレーンです。ダイアルブス、プレッシャーをかけ続けるのをやめません。まだ CS はイーブンを保っています。トップレーンサイドに向かってもう一度動きをつけているのはシェーンファイヤー。トップレーンはドランブレード、そしてドランシールドを積むことによってレーンのコントロール取り戻しましたね。このアイテム、まあ、派生はどちらもしませんが、まあ、今のこの時間を大事にしているということですね。そうですね。この2つアイテム積む人というのはやっぱりビルドが遅れることになるので、まあ、あまり選択はしないんですけど、トップレーンのコントロールは絶対取りたいということですよね。さあストマージの相手のジャングルの中、シェーンファイアに見つかりました。タワー下にキングとカップケーキは押し込められている状態です。動くのも難しそうだ。ストマージのそのままジャングルの中の戦いを続行しています。トリプルが後ろから寄ってきて、このタイミングでストマージが下がります。小さな狼だけ取っていきました。ただ相手のジャングルのポジションが分かっているので、トップレーンとしてはガンクの恐怖というものがなくなっているので、トップレーン徐々にプッシュし始めてますね。この時間帯、まあ、ボットレーンのキルは起こりましたが、互いに一番重要になってくるレーンどこになるんでしょう。まあ、やはりトップレーンですね。このトップレーンの勝敗でスプリットプッシュの勝敗というものが決まりますからね。となるとキルは生み出したものの、このチッピーズが非常に苦しそうにしている、この状況はスーパーマッシブとしては予定通り。そうですね。あとはこのファブファビュラス選手がフラッシュを落としているので、トップレーンに対してプレッシャーかけに行きたいんですけど、まあ、それをストマージロ選手がずっと邪魔をしていて、それを助けることができないんですよね。ストマージロがこうしてシェーンファイアを見つけているだけでも効果があるわけですね。さあプレデターから入っていくのシェーンファイアですが、そこにはコントロールワードがありました。距離もしっかりと取れています。いやスノーラ強気な動きだ。まあ、あとは相手のジャングルのレベルを遅らせればいいですからね。相手のジャングルのレベルが遅れれば遅れるほどアルティメットを使用できるタイミングというのが遅くなりますからね。そして今回カルマミッドを取れているんですが、エズリアルとのシナジーはまあ低いという話がありました。その上で現在 GBM とのファームはイーブンです。ブラッドミアが着々と育っていっている、まあ、カルマも育ってはいるんですが、この状況をどう見ますか。まあ、プッシュというよりも、あれミニオン吸収装置使うのにプッシュされてるんですね。まだ6個残してますよ。そうなるとトリプル選手としては苦しいレーニングになってしまってますね。ブラッドに対してこの時間から、まあ、プッシュの権利を取れないとなると、シェーンファイア選手としては動きを制限されてしまいますね。さあそしてボットレーンのタワー、なんと8分で割れてしまいました。確かに大きくプレッシャーかけていましたけど、1キル取った相手に
1キル取ったじゃないですか、1キル取られた相手に対してここまでアグレッシブに動けるんですね。いやいやいや、そこからサモナースペルを使っていなかったのは本当に大きかったですね。やっぱりサモナースペル、まあ、無駄に使用するよりは、まあ、効率よく使った方がいいですからね。そしてストマージドも常にボットレーンのジャングルでプレッシャーをかけていましたから、シェンファイも寄ることができませんでした。そしてオーシャンドレイクにもつながります。さあ次々にオブジェクトを取っていくのはスーパーマッシブ。ミッドレーンからストマージドに対してトリプルがアクションをかけますが、ピラーでしっかりと拒絶できます。いいピラーですね。いや、このタイミング、まずファウパピュラス選手がアルティメットが上がっているのとテレポートが上がっているので、ボットレーン守ることできますね。いや、タワー割りに行きたいんですが、一斉砲撃でミニオンのウェーブクリアに使っていくのはトップレーンのファウパピュラス。そしてローテーションです。同じマッチアップをしていたらこれまたトップレーンも割れてしまいますよ。ただエズリアルの方がやはりゴールド持ってますね。いや、でもトップレーンのゴールドの差が大きなものになっています。ボットレーンなんとか割り切れそうですか。いや、まだだいぶ時間がかかりそうだ。いや、まだ割るには時間かかりますね。これトップレーンのタワーの方が削れるの早いですね。やはりザヤとラカンのこの組み合わせ、非常にタワーを割るのが早い。 W スキルがラカンにも発動するようになりますからね。1本取られた後にもう一度これで 1-1 ですから、まあ、2対1なんですよね、取れたとしても。加えてトップレーンサイドのコントロールを今取っているのはスーパーマッシブですから、そのままヘラルドも狙いに来ます。さあ、タワー割れます。いや、早い、これだけ時間をかけているのに。いや、タワーを破壊できましたね。なんとかは破壊することは成功しています。ただ人数の問題でトップレーンのこのジャングルのコントロール取られてしまうんですよね。そうですね、トップレーンからスノークラワーとゼネット降りてきます。さあ、そして仕掛けに行く。俺に夢中からシンファイア捕まった。フラッシュアウトはなんとか間に合っていません。フラッシュインから JBM 一気にダメージで持っていきました。1キル獲得、スーパーマッシブ。この時間からすでにゴーストに変更してたんですね。そして初手のシュレリアも完成していました。すごい速さでしたよ。はい、これ今流行っているんですよね。そうですね、ブラッドミはやはりムーブメントスピードが大事。あとはチュレリアの王冠、これクールダウンもついて、体力も伸びて AP も伸びてムーブメントスピードが上げられるっていう、もうブラッドのために作られたようなアイテムなんですよね。しかも単体で使ってもいいですし、この先チーム同士で向かい合った時にラカンとブラッドミアが、そしてまあストマージルも突っ込んでいけると。チームとのシナジーも高いですからね。さあ、そしてリフトヘラルドの獲得も問題なく行えそうです。さあ、リフトヘラルド獲得はスーパーマッシブ。いや、こう見るとストマージョ選手レリック積んでますね。本当ですね。視界の確保ですか。視界の確保なのか、あとはシジミニを食べたいのか、どちらかですね。さあ、先ほどのプレイ、本日一発目のグッドカメラ。最初の1キルから思うように動けてませんね。いや、ストマージロシェンファイにあっても全く引くことをしないですね。さあ、一斉攻撃、取り切る判断。ただしここはトリプルがカバーに入ります。シールドとスネアで一度ガンクル場面を下がらせる動きです。シュレリアのアクティブのクールダウンも上がっています。いや、まだインペール使ってるの一度も見たことがないので、ちょっとガンクに使っていきたいですね。ただこれもし使うのであれば、もうチッピーズのところに行くしかキルを生み出すのが難しくないですか。そうですね、アルティメットでチッピーズ選手のアルティメットで囲い込むしかないですよね。あとは3人を、まあ、1人にかけるかですよね。ちょっとただブラッド、そしてザヤ、ラカンですからね。ストマージの選手でも、ね、捕まえたとしてもアルティメットで一定以上は回復しますし、落ちるスピードというのはやっぱり遅くなるんですよね。さあ、一度レーンのセットアップを変えてボットレーンにトップ2人を送り込んでいます。そしてトリプルがゆっくりとファブファビラスを狙いに行く。さあ、やはり3人体制でこのスーパーマッシブトップレーナーファビラスを落としてやろうという動きです。クラッシュアウト、クラッシュイン、スネアはつながった。ただしキルに届きません。今これはシェーンファイヤー GBM に止められていましたね。止められてましたね。そしてやってきますよ。さあ、襲いきた。シュエリア発動から狙っているのはトリプルだ。アルティメットはまだ展開していない状況か。2対1ですが、体力大きく減っている。アルティメットはまだ展開しかし、それでもチッピーズのダメージが高い。そして今度は3人で囲い込んだ。これは持っていけるぞ。チッピーズ体力必勝。なんということだ。キルが届いてしまった。
3人で囲い込んだんですが、1人のトレードキルを多く取っているのはダイアウルブスです。いや GBM 選手 W のタイミング失ってましたね。チッピー選手のダメージが思った以上に高くて、それ耐え切ることができませんでした。さあ横からやってきたところに対してカップケーキが一気にパシビの固有スキルか、固有スキル発動させてスタンを狙いに行きますが、そこに対してスノーフラワーが CC で返します。タワーを守る動きです。カップケーキの体力が大きく削れた。これではキングも前に出るのが難しくなります。サポートとジャングラー2人だけでこの AD キャリーとサポートの相手に対してタワーを守りきれたということ自体が大きいですね。トップレーンのウェーブをプッシュできたことによって相手の経験値をロストさせることができてるんですよね。さあ先ほどのリプレイです。ここちょっとパブサブラ選手タイミング早かったですね。 Q のタイミングが早くて樽を破壊させることができなかったので、逃げるタイミングが一瞬だけ遅れてしまったんですよね。問題この後ですよね。ゴーストシュレリアいやーここ W スキルを使えればなんですけど、チッピー選手の Q のタイミング、オートアタックの Q のタイミング、キャンセルタイミングが鮮やかすぎて W スキル使うことできませんでしたね。ただチッピーズもシェインファイルス若干引き寄せられたために Q が届きました。回復を使うタイミングがうまかったですね。さあ現在試合時間14分55秒というところ、グローバルゴールドやや有利なのはダイアウルブスです。おヘラルドをミッドに召喚していきます。ミッドレーを守っているのはエゼリアルとブライムですからね。確かにある程度は体力削られるかもしれませんが、それでもこうリフトヘラルドの タックルは十分にダメージ与えることができますね。ただ破壊には繋がりませんね。タワーは全く削れていませんでした。やはりお互いにまあ並んでファームしているという状況でしたから。そうそして GBM が面白い位置だぞ。エンゲージを狙っているのか。さあ俺に夢中からスノーは仕掛けましたが、うまくかわしている。しかしその上から一斉砲撃、そして後ろからファビラスがやってくる。狙いはどこだ。タオルを使ってまずはシェンファイの体力を狙っていく。そしてまずは1キル、さらには GBM がアルティメットを展開からそのままダブルキルを持っていくのファビラス。いやGBM 選手と、ファブファビュラス選手のポジショニングが相手を囲い込むような形になっていて、おーいやー真から W。 これにはなんとかカップケーキが反応して大きく決まってはいません。スノーフラワーも体力がタワーで削れました。さあそれでも人数差はありますが、体力が大きく残っているのはダイアウルブス。タワーへのアプローチを切り替えてドラゴンに向かいます。いや自分たちのテンポでゲームをやってますね。ここで冷静に相手を退けるのではなく仕掛けに行くのが、まあ、トルコスタイル。おっと、おお11、惜しいタイミングでしたが、しっかりとインファーナルドレイクはスーパーマッシブが獲得しました。リプレイです。このタイミングで GBM 選手がサイドに入って、そして後ろからファウファベラ選手が入ってくる。アルティメットでスローをかけることによって相手を逃げるスピードをまず遅くしてから、まずはシェーンファイア選手。いやまあこの後はもう GBM 選手がもう3人ゾーニングしてたので、集団戦の形は一方的なものになってましたよね。スウェインやブラッドミアだとよくある構図ですよね。こうタンクであり、まあ、なおかつダメージも出るミッドレーナーが、まあ、相手を大きくゾーニングすると。そして面白いのがこれスペルバインダー積みましたねどこまで足を速くしたいんですかねいや靴何にするんでしょうね。それでもスイフトネスブーツはさすがにないと思いますけどね。そうさらですかね。いやただ面白いですねスペルバインダー。このパッチだとまだバフがされていないパッチですかね。確か 8.9 で120に AP がなってというようなバフも入っていますが、ただやはり、まあ、AP がフラットで100上がるというのと、アクティブでムーブメントスピードを上げれるというのは大きいですね。これをエンゲージで使っていくと。ただちょっとためづらいんですよね。そうなんですよね。エゼリアルが近くにいれば溜まっていくんですけど、すぐそうですね、Q いっぱい打ってくれますからね。ボットボットにブラストコーンを使っても逃げられませんが、一度シェンファイを弾くことに成功していますよ。さあフラッシュ読みからうまく逃げようとしましたが、さすがに逃げるのは無理でした。1キル獲得はダイアルブス。先ほどのはシェンファイア選手が自らブラストコーンを破壊しましたね。ああなるほど、その後逃げる手段をまあなくしておいたと。そうですね、フラッシュを吐かす
キルを取るかもしくは確実にフラッシュを吐かせるかっていうのが大きいですね。さあミッドのタワーの破壊から氷河の烈光カップケーキですか、フェザーストームですね。でセンファイを捕まえて、そして後ろに相手のスノーフラワー全員にチャームを当てている。ダメージを十分に全員のところ出せる状況か。ただしタワーで GBM がダウンです。そして後ろからやってきたチッピーズ、ヘクステックアルティメイトはまだクールダウンの状況か。ストマージを狙いに行くんですが、ストマージを硬い、そして生き残るシールドが足りる。いやGBM 選手の入り方が美しすぎて全員がうまく逃げ切ることできてませんでしたね。ちょっと体力の計算ミスって GBM 選手キル取られてしまいましたけど、あんな風に、バックラインに常にプレッシャーを与えられてしまえばキング選手とトリプル選手としてはポジショニングかなり取りづらくなりますね。さあ激しいキルの取り合いが続いていますが、それでもタワー差は3対1、スーパーマッシュが有利な状況です。ドラゴンも2つ抑えているのはスーパーマッシュ。さあリプレイ、まあ、こうスノーフラワー選手のエンゲージも美しいんですよね。キャリー、そしてサポート、まあ、歩いてでも全員に当てに行ってから戻る。ただチビム選手が、いやあれはカップケーキ選手がの Q のスキルショットが上手かったですね。さあ20分も近づこうとしています。バロンが湧いてきますから、まあ、トルコがここから激しくなる時間帯だと電話さんもおっしゃっていましたが、まあ、これだけキルの応酬がですね続いてくると結構その見ている側としては混乱してくるじゃないですか、はい、どっちが勝ってるんだ、お互いのここからの勝ちのプランは何なんだと、ちょっと整理していきましょうか。そうですね、まずはトリプル選手としてはここからアーデントセンサーに向かっているというのはビルドから見ても間違いないですね。ただ GBM 選手が今回スペルバインダーの選択をしているということなので、スタックを溜まっている状態でないと集団戦を行うことが難しいんですよね。そうなると集団戦の権利というものはスペルバインダーが溜まるまではダイヤウルブスのサイドにあって、スペルバインダーが溜まったタイミングではスーパーマッシブの方に傾くので、まあ、まずは自分たちの有利な集団戦を作るためにもオブジェクト周りの視界管理を行ってスペルバインダーが溜まっていないタイミングでダイヤウルブスとしては当たる、スーパーマッシブとしてはスペルバインダーが溜まっているタイミングで当たるというものを徹底した方がいいですね。結構もうガンクドバイマム次第なんですね。そうですね。ただここスノフラー選手もすでに実行バーチェス完成したので、全員のと選手がダメージを出す環境というのも生まれてますね。さあそしてバロン前エンゲージを狙っています。俺たちは戦いたい、ブルトリンケットバロンやっていないことは確認しました。ミッドレーンを一度押し込みにダイヤルス動きます。トップレーンのこの2人のトップレーナー同士の力のバランスというのは今どうなってるんでしょう。それも始まりそうですね。ここはお互いにウェーブクリアですね。テレポートはまだ入っていません。一度チッピーズはリコールしています。そうですね、この時間帯であるならば、ただやはりガンクブランクの方がビルドの隅というのは早いんですよね。今、チッピー選手はティアマト、そしてトリニティフォース持っているんですけど、バブファビュラス選手は、トリニティフォースと、そしてストラックゲージの横から、来てますよ、チッピーズ先に寄ってますね。シェンファイアはストマージドに狙いに行った。さあインペイルからですが、そこに対して入り口も入っている。打ち上げ4人に入った。そして一斉攻撃、エクセクターアルディムで一気に駆け込んでダメージを出しているんだが、それでも十分なキャリーのダメージができるのはスーパーマッシブラ。次々に相手を捉えて、すでに1キル2キルと生み出し、いや1キル生み出しています。さあチリジリになったダイヤウルブスを追いかけているのはスーパーマッシブ。さあチッピーズ見つけたぞ。ただしここで不用意に追いかけ続けると時間を使わされてしまいます。バロンに切り替えました。さあチッピーズ戻ってきた。まだまだ戦いますよ。ダイヤウルブスも合流している。さあまずはトゥルーショットからファブファビュラスの体力を大きく削れる。そしてマントラ Q が痛い。バロンは止められます。さあ仕切り直しです。テレポート使わせることはできましたけど、インファーナルドレイクは取られてしまいますかね。ミッドレーンを優先しますね。さあタワーの体力残り4割といったところ、これは割り切れそうです。ゼイノットも果敢にミニオンのクリアを行っていますが、さあこれでミッドのアウタータワー破壊に成功はダイヤウルブス。いやただスノーフラワー選手の打ち上げ、そしてアルティメットのタイミング完璧すぎますね。あれで一気に陣形を崩していきました。チッピーズが先に寄ってたんですけどね。いや
それでもやはりアルティメット、スノフロア選手の打ち上げたアルティメット、そしてファウパベラ選手のアルティメットでタルカを狙ってますよ。さあスノフロアを狙いに行きましたが、ここはシェンファイうまく逃げれています。先ほどからこのラカンの W を避けるのもダイアルブス側もうまいですね。かなり読み切っての動きをしてますよね。シェンファイア選手としても自分が狙われているということをしっかりと理解して常にフェイントをかけるような動きしますからね。さあチッピーズにのみ現在テレポートがある状況です。一斉砲撃はもうしばらくすればクールダウンが上がります。そしてここで触りますか。気づけてないですね。チッピーズもテレポートの気配がありません。気づきましたね。今やってるということが情報が入りました。情報が入りました。ブルトリンゲットに見えている。さあゆっくりゆっくり近づきながらバロン体力残り4000を切ったところでチッピーズがテレポートで入ってきます。そしてそれでやめる。さあテレポートを使わせました。これでダイアウルフサイドのテレポートの有利というものはなくなりましたね。ただダイアウルフスとしては今集団戦を望んでいるような形になってますね。それは何からわかるんでしょう。トリプル選手のビルドですね。ソーサラゼリクサーを飲んでるんですよね。今火力を底上げするだけの価値が今この時間にあるわけですね。そうですね。ソーサラゼリクサーは時間が確かに AP の上昇量は多いんですけど時間が経てば切れてしまう、まあ、アイテムなのでそのアイテムを使っていることを考えると、まあ、この5分というよりも3分以内ですねに戦いをしたいというものが意思として現れてますね。さあ何かを行動を起こせるかダイアルブス。さあまたしてもファブファウルやその狙いに行く一斉砲撃を使っていますがヘクセカアルティメイタムからは逃げられません。いやしかし軽くフラッシュアウトクラッシュイン。そしてストマージュが間に合う。耐え切ったぞ2対1、うん、ただこの2人のガンクのプレッシャーというものがかなり大きいですね。ファブファベラ選手としてはまずフラッシュがなくなったこと、そしてチッピー選手とレベルの差が1あることなんですよね。こうなるとスプリットプッシュの優先権というものはチッピー選手にあるので、まあ、ファブファベラ選手としてはボットレーンのプッシュというものを行えなくなってますね。今ので逃がしはしたものの大きなプレッシャーを与えることができた。これで、まあ、今いる位置であればボットレーン の押し込んでいる状況チッピーズの方がうまく作ることができそうです。今回、次はステラックの固定が完成したのでこの段階であるならばチッピー選手に対してプレッシャーかけることができますね。チッピーズこの後もう一つコアアイテム完成させていきたいでしょう。さあピラからシェンファイヤープレッシャーはかけますがその奥の視界がまだありません。不用意には立ち回れない。トップレーンを押し込んでいるのは GBM。 かなり慎重に立ち回ってますね。バロンをこれはバロンが出た段階から逆に慎重になり始めましたね。そうですね。ジークコンバージェンスが2つありますけどこれは GBM と結んでますよ。ダメージどこまで上げるんですかね。これは AOE 決まるととてつもないですよ。さあクリスタル奪っているのはスノフラワー。いやギリギリ間に合いませんでしたね。間に合いませんでした。そしてバロンやってるぞ。いやしかしすぐさまブルートリンケットで気づいた。そして中断だ。体力はまだあまり大きく削れていない状況です。そしてもう一度ミッドレーンへ互いに譲らない状況か。狙ってますね。トゥルショットでもう一度確認もしました。横からのエンゲージを狙っている。さあキングが手前に引き寄せることに成功しています。まずはブリンクを一度使わせました。互いに難しい状況。後ろから GBM 狙っているのはチッピーズ。そこを逆に狙いに行くシェンファイアもすぐさまグローリー発動から狙いに行く。いやしかしチムライム隠れているので狙いきれない。そしてスローフラワーのエンゲージが逆にカウンターとして完全にぶっ刺さっている。カップケーキの氷河まで小もお構いなしだ。まだまだ前に出ていくのはスーパーマッシブの面々。しかしそしてスーパーいやこれ一斉を撃さらにはスロートリプルが味方を助けたいんですが孤立している状況です。ただし視界がない。これ以上は踏み込めないというところでここは2キルに抑えました。キング選手のスキルショットの精度の高さもやっぱりかなり相手の体力削れたんですけど GBM 選手のポジショニングですね。チッピー選手とシェーンファイア選手と自分の力で釣ることによってスノーフラワー選手のアルティメットに巻き込ませましたからね。さあバロン開始です。ジャングラーはいません。トリプルのマントラ Q に全てがかかっていますが視界がない状況。ダメージを与えている。さあ3対5。そしてトゥルーショットのダメージも入っている。残り1800、700、600。ここはストマージをしっかりと抑えました。バロン獲得スーパーマッシブ逃したくはないでしょうが人数差があります。さあどう立ち回る。カップケーキの Q は GBM に当たっている。あと2発でスタンダー。 Q はもう一度当たっている。ストマージでこれピラーを使ってスローかけてディセンゲージです。体力は減っていますがなんとか全員が逃げ切れました。スーパーマッシブ
よく逃げ切りましたね。かなり体力危ない状態だったんですけど、まあ、それでもスノーフラワー選手のアルティメットが上がっていることを考えるとキング選手としては、むやみな立ち回りということができなかったようですね。さあこれでゲーム時間28分、バロン獲得、そして2000ゴールドほどの有利を獲得したのはスーパーマッシブです。いや、 やはりスペルバインダーの AP の高さ尋常じゃないですね。先ほどのリプレイです。まずは GB も狙いに行ったんですよ。ここですよね。 GBA 選手の逃げるポジショニングですね。そしてチッピー選手と、シェイファイア選手としても寄ってきている敵に対しての警戒心というものが薄くなってしまったというのもあって、おお、ボットレーン、またしてもファブファイラスを狙いにいっている。ステラックの小手のパッシブの発動から逃げる逃げる、オレンジ発動、体力回復している状況が、チップでタワーダイブしながら体力少し削れてしまった。これは逆に危ないか、お互いに狙い合っていますが、ここはシェイファイアがキルを拾いました。かなりギリギリまで耐えたんですけどね。それでもやはりシェイファイア選手のアルティメット、そしてスタンの性能というのに立ち打ちできませんでしたね。さあそしてバロンを持っているのはスーパーマッシブです。まずは先にトップのインナータワー GBM が破壊していきます。シェーンファイアとしてはここは諦めてオーシャンドレイクの獲得に向かっています。さらにはチッピーズもボットに押し込んでいる状況か。テレポートはあります。続いてはミッドのインナータワーに対してプレッシャーをかけている。まずはトップのインヒーター前まで右を押していきます。いや、これはトップに行きますか。チッピーズは帰らない判断です。確かに破壊することはできそうですね。さあ一気にインヒータータワーの破壊につながりました。チッピーズはまだ動いていない。シェーンファイアリコールに入りました。ドラゴンしているという情報が、ワードに移ったことによってあったようですね。それによってトップレーンのインヒビターに対してプレッシャーを与えられるということを判断してトップレーンのプッシュを行っていたと。そして最後にチッピーズは相手のレッドバフを奪っていきました。レッドバフを獲得したことによって、チッピー選手としては、このファブファビュラス選手に対してより強いプレッシャーを与えれるようになったんですよね。ただ 1v1 の先ほどから見ているとチッピー選手だけでは勝てなくなっている印象があるので、仕掛けてくる際にはシェイファイア選手がいるということを判断した方がいいですね。さあリコールせずにまだまだミッドレーンを押し続けていきます。そして合流しました GBM もこの位置です。ファブファビュラスはボットレーンを押し込んでいる状況か。チッピーズが対応に向かっています。バロンバフのついた砲台ミニオンがじわりじわりとタワーを削っていきます。ジャングルの中の視界のコントロールは GBM が完全に抑えています。ただしワードは1本刺さっている状況。いや、いいダメージだ。さあトリプルとチッピーズ2人で対応しています。しかしやはりバロンバフがついている状況。少しずつタワーが削れます。全員でローテーション。ボットレーンにやってくるのはスーパーマッシブ。後ろに回り込んでいます GBM。 そしてエンゲージの判断だ。スノーフラワー一斉砲撃、一気に飛び込んで、とてつもない AOE がバックラインに突き刺さっている。そして前に出ていってダメージを出してください。さらにはフラッシュインでファブファイラスが最後はダブルキルを獲得。残されているのはシェーンファイア、そしてキングです。スノーフラワーがもう一度打ち上げを上げる。ここはたまらずフラッシュアウト。残されているのはシェーンファイア、もうフラッシュはありません。なんとかタワー下に逃げ延びることはできます。しかしその間にボットのインナータワーはすでに破壊されている。そして狙っているのはインヒビタータワー、一気に破壊につなげられます。さらにはインヒビター、チームメイトの復活まで残り20秒あります。いや、エンド狙いますね。さあ3対5、スノーフラワーがキングをゾーニングしています。さあまずはネクサスタワーを1本。チェンファイアアルティメットも上がらない。ネクサスタワーを狙っているぞ。シェイファイアの CC をかけてキングはこれも完全に無視している状況で、 GBM はもうネクサスを狙っています。さあこのままネクサスを破壊して本日のゲームはまずは勝利を決めたのはトルコからやってきたスーパーマッシブです。一番最初にゼイノット選手をキルしたことによってゼイノット選手の勢いを止めることはできたんですけど、まあ、スノーフラワー選手のエンゲージ能力と GBM 選手のバックラインの入り方ですね。スペルバインダーとシュレリアを使用することによってワードが刺さっていたとしても全く無関係で突っ込んできましたからね。あのインナータワーの集まったあの瞬間にまさかエンゲージの反応すぐさまできるとは思っていませんでしたね。いやあのタワーのタイミングですとミニオンがかなり少なくなっているというのもあるので、まあ、だいぶの判断はないだろうと思っていたはずなんですよね。だからこそ、ダイアルブスも、まあ、前に出ていたわけですよね。
もうそうすれば、スペリバインダーが100スタック溜まっている状態の、ブラッドミアがゴーストを使って最後にシュレリアを使って走ってくると、まあ止めようがないですよね。最初からプールに入っていったので、CC を当てることもできませんでしたからね。いやちょっと GBM、まあ、シーズン中も非常にブラッドミアの成績も良かったし、プレーの数も多かったというところだったんですが、そのプレースキルの高さがもうこの試合だけでも分かりましたね。いや使わせちゃダメな気はしますね。そうですね。ただ彼の番をしたとしても出てくるチャンピオンが多すぎて対応できないんですよね。そうなんですよ。それがドラフト上でも非常に強いんですよ。いや、そうなるとミッドレーンの番を割くよりかは、まあ、やはりジャングラーの番かトップレーンの番をした方がいいんですかね。その方がいいでしょうね。シーズン中というか、まあ、ファイナルのドラフトを見ていても GBM に取らせるピックは後でも先でも正直彼は立ち回れるのでどうにでも使えるわけですよ、ね、本当に何でも使えますからね。はい、いやースーパーマッシブ強いですね。最初はどうなるのかと、ダイアウルスもやはりテンポを握れていたのでどうなるかなとは思ったんですけど、まあ、20分以降のバロンに何度も触るあの揺さぶりによってスーパーマッシブは自分たちの、まあ、テンポに引き戻しましたね。そしてボットレーンから作り上げる、なんて言うんでしょう、マッチアップを生かしてドラフトで作り上げたエズリアルとザヤラカンというマッチアップを生かしてのジャングルの中のストマーチのプレッシャーのかけ方もそうですし、あのファーストタワーの倒し方まで、まあ、なんというか、まあ、作戦通りでしたね。そうですね、自分たちのプランがあってそのプランを、ただただ実行するだけ、まあ、最初にちょっと、まあ、こけはしましたが、まあ、その後に滞りなくそれを完遂することができましたからね。そしてこの作戦シェーンファイアに刺さっていましたね。刺さってましたね。彼本来の力というのは、まあ、レベル1から2で見せたような空いたガンクによるキル、そしてレーンをどん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 勝たせていくことにあるんですが、全くと言っていいほど、デアさんも途中でおっしゃっていましたがインペイルを使った回数非常に少なかった。まあファブ・パヴェラ選手に何度か使った程度なんですよね。あの動き、そうですね、ミッドレーンのブラッドを使用されるというのは、まあ、あまりちょっと考えがなかったというのは間違いないんですけど、ミッドレーンの番を割いてしまったことによってトップレーンに GP を取られてしまったんですよね。そうなれば、まあ、トップレーンの最後の番をトップレーンの GP にしてカミールを取るという判断が一番良かったのかもしれませんね。そして現在出ているブレイクダウンではやはりファブ・ファビュラスの GP、 ゲームを通してずっとインパクトがありましたが、これだけのダメージを出していましたね。まあ、アルティメットの場所が的確だったのと、チッピー選手とシェーン・ファイア選手に対して、まあ、2対1であれ、まあ、キルもう少し届くんじゃないかというレベルまで殴り合ってましたからね。戦略性の高さと、まあ、この試合でいうと特にソロレーナ2人の力強さというのがかなり試合の中でも見えてくるような、そういったゲームになっていましたね。全員の選手だけではなく他のレーンもやはり強いと。そしてスノークラワー、まあ、スレッシュではなかったんですが、やはりラカン重要なところで決めますね。いや、エンゲージの能力の高さですよ。そしてラカンとブラッドミアの相性のいいこと、まあ、あとはガングプランクもですか。真ん中に集まったところにアルティメットを2つ重ねるだけですからね。いや、これは全員ノット相当やりやすかったゲームでしょうね。そうですね、フロントが奥まで入ってくることないですし、バックラインは遥か後方にまで下がってますからね。さあ、まずは本日の1試合目はトルコ代表が抑えてきました。続きましてはゲーム2になります。続きましてゲーム2はカブーム e スポーツ VS ペンタグラム、こちらの試合をお届けいたします。それでは一度インターバルとなりますので失礼いたします。